どうも、エルザです。今回は、デッドバイデイライト、キラーですね。リンちゃん使ってやっていきたいと思います。久しぶりキラーやね。いやー、全然ね、パークっていうか、育ててなくて、前回とパーク変わんないんだけど、まあ、十分いけるでしょうと。もともと、優秀だもんね、能力自体がね。もうほんと普通に好きなキャラだね。いない。ということは下手したら発電機一個直るかな、この感じだと。やっぱ直ったね。しゃあない。いるね。オーシェリル。あれ？フェンミンが。じゃあフェンミンに変えよう。ちょいちょい引っかかるんだよね。さて。シフトすると思ったでしょ。動くね。ちょこちょこ動くね。お、そっち行く。もう板倒す気満々でしょ。当たったか。で、そっち逃げて。はいはい。あー、そこね、当たるのよ。ね、この柵狭いってかね、浅いからさ、切れるんだよね。気をつけないとね。意外と壁寄りにいると、うまいこと切れるんで。さっきの板を。うん？切断がいるね。マジか。いや、切断したらダメよ。俺、しかもまだチェイスしてないはずだからね。まあまあ、そしたらそれで、そうだね。ちょっと加減せず、しっかりと。さあ、受けて。治りそう。おお、切れなかったか。まあチェイスして稼ぐ感じになるよね。発電機回しつつね。あー、取れ。直してる。で、板を使いたいよね。二人いたね。ああ、警戒して離れたね。どうかな。違うね。見づれーなー。置くか。いないねー。いや、足跡あるから。いたね。はい。板狙いすぎだって。やばいねー。ちょっと早めに行かんとね。はい、決死はなしかな。さあ、ガンガン助けに来るんだよね。腕持って回復がめちゃくちゃ早い。見えてないふりと。若干シェリルが、なんかそれ系かな。回復系っぽい気がするんだよな。うん、そうだね。お？今のダメ。
さあ、吊るして。ああ、回復やっぱ早いねー。そういうパーク構成の人がいるのか。早いなー。早すぎるんだよね。回復が。手に蹴っておいて、これも板割っておいて直すね。こっちの方が、ああやっぱ早そうだね、回復はね。ごめんね、そこもね、もう板がないんだよね。はい。さあ、どうする？残念。迷うところだよね、今のところはね。じゃあそこに吊るすか。あ、中か。ぐるーって回って、ちょいちょいここ直すね。鹿っぽい気はするけど、そこいるかな。直してない、そもそも。助けた。回復めちゃくちゃ早いからな、さっきから。うん、やっぱこれで直しきるよね。消し持ってるかな。はいはいはい。まあそっち行きたくなるよね。で、越えて、反対側行きたいと思うけどダメだよ。これは本当覚えておいた方がいいからね、キラーはね。攻撃当たるところがあるからさ。えって思うだろうね、サバイバーからするとね。さすがに手を伸ばすっていうのはできないんだけど、スーッとね。早いねー。お、多分ぐるぐるしたい感じかな。まあただそれ味方が倒してとか回復してくれたらいいだけなんだけどね。ほいほい。さて、入って。柵越えは、あ、当たらない今の。惜しいね。はい、一発。さあもう一発取りたい。あ、諦めた。いや、時間来たか。さあ、シェリル。板倒したいよね。で、あ、ぐるぐる好きだね。いよいよ。まあ、ぐるぐるが、だいぶ好きな感じだね、この人はね。走って距離だけ詰めて、多分板の前。
じゃ、おー、出歯。あ、やっぱ出歯持ちだったか。はい。ごめんね。すると思うでしょ。まあね、ちょっと回線落ちで残念なところはあるけどね。まあだいぶ発電機とかしっかり回してるし、助けに来る可能性はあるんじゃないかなと。まああとはハッチだよね、こうなると。回してはいる。もがいてはいるが来ないってところを見ると、ハッチ探してるっぽいな。まあ、状況的にそうだよね。どこにあるかな、ハッチ。ないか。いやー、まあまあまあ、なかなか救助には来なかったね。どの辺りあるかな。うん？今音がしたね。どこどこどこ？この辺り、あったね。さあ、流れはこっちと。じゃあ最後お楽しみといきますか。足跡あるから先回りしちゃおう。すす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 す。おいた。さあ、最後はケンミンちゃんやね。ギター使いたいでしょ？だいぶ最後持ったからね。多分最後じゃないかな。3釣り目になるんじゃないかな、このケンミンは。はい、ダメ。それはダメだよ。さあ。で終わり。いやー、いいね。ハッチ見つかったのはいい流れ掴んでたね。まあでもやっぱダメだよ、回線切るのはダメだよ。はい、ということで今回ここまでとなります。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。